日本が勝ったのはもちろん嬉しいんですが、オーストラリアが決勝トーナメントに進出したこともちょっぴり嬉しいんですよね。どうも、プロスピナンバーワン芸人の大野貴です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、今日はね、もうね、この選手を選択で取るべきか否か、今まだね、悩んでる方いらっしゃると思うんだ。まあ、その手助けになればということで、この選手使っていきたいと思います。はい、村上です。ありがとうございます。ごめんなさい、もうあの、コンタクトヒッターついてます。もう、どっち決まってます。ごめんなさい、もう動画外でやっちゃった。ね、もう、大野ちゃん、やりたがり。ね。ということなんですけども、まあ、ミッパー83、これは、まあ、コンタクトヒッターがついてるからですと。ね。実際のところは、ミート80のパー84ですよと。で、走力が72あると。ね。で、サード、ね、そしてファーストも守れますと。で、僕はね、ファーストも守らせます。はい、サードはもう激戦区で、あと、村上くんより守備上手い選手がいっぱいいるんで、まあ、僕は村上くんはファーストに置いてますと。ね。で、アーチ降格チャンスということで、まあ、最強ですよと思いますね。この村上くん、まあ、実はベストナインタイトルホルダーで出るんですよね。4200で。ただ、なんかよくね、他の YouTuber さんが、ベストナインタイトルホルダーで出るから、ここの選択権では取らない方がいいよなんて言うんだけど、それはね、もう俳句金の目線なんですよ、実は。そう。ベストナインであのタイトルホルダーを引かない人もまあいるわけじゃないですか。ね。スピン4200に上がるっつったって、まあ何ヶ月後かにはもうグランドオープンが来るからみたいな感じで、引かない人もいるわけですよ。そう。で、なおかつ、村上くん確定で取れるわけじゃないんでね。30年、60年、90年確定だけども、自チーム確定ではないので、本当に確実に取れるとなったら、もうこの機会しかないんですよね。そう。まあ、ベストナインタイトルホルダーのセリミキまでね、引くっていう人がいれば、まあいいんだけど、ね。だけど、やっぱりここで、選択契約書で取るべきでもあるんじゃないかなって僕は思ってるんで、ちょっと今日使用感はね、皆さんにお見せしてバチバチに。この村上くんいいよっていうところはお見せして、ぜひ選択権書でね、迷ってる方いたら取りなさいと、僕はねそういう風に推奨したいと思います。はい、まあ言うたら OB、 どんな OB よりも強い現役選手、柳田悠岐、村上宗隆、僕この2人だと思ってるんで、ぜひとも最後までご覧ください。よろしくお願いします。それでは2試合ぐらいでね、2試合3試合いこうか。はい、行きましょう。さあ、やってまいりました。高校です。これがまあね、高校っていうことで、じゃあもうさ、オールちゃん歌いながらやるわ。もうみんなを楽しませたいから。うん。この僕にもう少しの勇気があれば違っていたの。でも君との思い出は消えないさ。今もこの胸にただ愛し合う気持ちだけじゃどうにもならないことも知ったよ。でも君との思い出は消えないさ。今もこの胸にさ、下セカンドさん、よろしくお願いします。下セカンドってどういう意味なんだろう。ちょっと気になりますね。さあ、行きましょう。村上、ああ、広角じゃないか。まあいいよ、全然。さあ、行こうか、村上くん。早速、ホームラン打っちゃおうか。さあ、久しぶりのリアタイで、まあ、ランク戦ね。うん。大会ずっとさ、あれ。もう遅いね、やっぱり。ああ、大会に比べるとランク戦、マジ遅いわ。はい、ありがとうございます。いや、ちょっと引っ張りすぎたわ。もう完全にいっぱいすぎた。おい、おのちゃん、何しとんねん。村上で打たれた。はい、ありがとうございます。
さあテクニカルハイでキーマンだった高橋由伸、いいね。もう本当に打ちまくりましたね、高橋由伸さんは。マジでいいバッターでしたね、はい。このランク戦ではね、なかなか結果は出なかったんですけど、動画内ではね。そう、大会ではかなりもう最高の活躍してくれて、本当にね、もう高橋由伸さまざまでしたよ。はい、24、はい、次ツーシームだと予測ありてます。これはもう完全にモロターです。完全なるモロターですわ。まあね、あそこでツーシーム来やすいんですよね、あのカウントは。もう分かりやすい。まあここのね、甘酢とか今結構ちょっと配球を変えてきてるんで、ここはちょっと要注意です。もうツーシームはほぼほぼ投げれないんですよ、相手やっぱ打たれてるから。これはもうボールですよね。もうストライク入れてこないですよ、ツーシーム。アホー、また高校、あかんで2試合目、また高校やらせんなよ高校。えてもー一番一郎、さあバラマンディさん、よろしくお願いします。 OK、 行こうか。さあさあ行こうか。村高村上、おい、得の出ない。おてかさ、使ってみたの時にさ、得の出ないこと多々ない。俺多々あるよね。はい、村上、村上、ありがとうございます。もう村上は止まらないよ、止まることを知らない。流行語大賞おめでとう、ありがとうございます。でも流行大賞おめでとうございます。だからさ、言うたやん、どんな現役、どんな OB よりも強いのが柳田悠岐と村上宗隆なんだって。ありがとうございます。もうこれもやっぱ柳田だよね、うん、この2人取っとけばリアタイ勝てます。はい、はい、そして出ました、キーマン、テクニカル杯のキーマン、テクニカル吉野行こう。はい、ありがとうございます。テクニカル、はい、3試合目でございます。お相手の投手、山岡ちゃんですね。 TDS さん、よろしくお願いします。山岡ちゃんがね、実は今一番欲しい選手なんですよね。選択契約書だったら、うわ、マイナー1か変化量、これもきつ、ちょっと集中するわ、うん、ホームラン見せたいから、みんなに。もう大野ちゃんは村上君でホームラン打つよっていうのを見せたいから。はい、村上、おお、これさ、夜の甲子園なんかさ、土見にくくない、なんかボール見にくくない、これ。どうなんだ、みんなどう思ってんの。俺なんか夜の甲子園あんまり苦手なんだよね。おえ、やばい、配球うまい。はい、ありがとうございます。うわー、うわー、もったいねー。次絶対ボール球、もしかすると、いやー、うまい、配球うまいわ。打ちました。ショートうまくさばいてんでしょうか。初球を打ちました、痛烈。セカンドうまくバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、2球目打ちました。山尾引っ張った、取りました。これで